霊勢ためちかは、幕末期に活躍したくげ飯かかへの復古山戸への絵師。陽名は心臓。出家後は、心連、署名は、かの久さしやすし、後霊勢ためちかに改める。また、蔵人諸州である岡田氏に、養子入りしたため、岡田ためちかとも言われ、絵にしばしば、岡田氏の本性である、還元性で署名している。ためちかの読みは、岡田氏に、 用紙入りする前は、貯めたか、用紙後は、貯めちかと名乗ったというのが通説である。最高級の絵の具を、おしげもなく、用いた、農災画を得意としたが、障壁画や白描画、仏画にも当時としては、傑作と言われるほどの名画を残している。江戸幕府側とも交流があったため、孫老上位派から敵視され、数江戸四42歳にして殺害された。K. カリノの絵師、カノエタイと、 廃人北川梅あたいの娘織野の第三子として生まれる。ケーカリ九代目の科の英学は父、英体の実刑で、タメチカのおじにあたる。父方の祖父も、ケ三サ玉タマという絵師であり、三代にわたるケーカリの家系である。両親ははじめタメチカが絵師になるのをこのまず、狂言師にするつもりだったが、タメチカは絵師、それもケーカリではなく、山和へ復興を志す。 特定の絵師に指示せず、鉱山寺、新御寺、昭護院などの社寺に所蔵される古画の模写や古物の写生を重ね、国学者や有色学者を訪ねて有色古実を学んだ。17歳で、すでに画祭に優れ、89種もの絵巻物を模写していたことが記され、18歳で国学者の長沢智夫に、意図面白きしある男なりと評されている。天保14年。 幕府の奥江氏で模写に情熱を燃やしていた、加納佐信から、年中行事絵巻の模写を依頼されており、ためちかは、江戸の御用絵師で、最高の格式を持っていたおさのからも、技量を認められたことを物語る。奇襲藩主、徳川春富が進めた、春すが根源元気の模写にも、宇喜多一景らと共に参加した。高狩り、極水円図ふすまの、内高狩り図二面化 A3 年には、 蔵人諸州である岡田家の養子氏となり、蔵人諸州の役に就く。同年6月3日、正六位家式部大将に任じられ、安政2年1月22日に式部署を進むに転じる。岡田家は、元は、樋口家家臣であったが、江戸中期の朝木最高のための官人増員の際に、地下下に加えられた。その後、1836年に、当時の岡田久氏が、 生活難から持参銀と引き換えに、大見国安村出身の医師、青木都市を養子として、岡田安栖と名乗らせるが、やがて両者は、不仲となり安栖は、岡田家の官人としての株を売った。ためちかはその株を買い表向きはその養子となった。ためちかの作品は、こうした感触を、長々と署名することが多い。ためちかは、王朝文化を追慕するあまり、住居や衣服、 生活様式そのものを、平安時代風に改めて王庫を忍んだという。楓六年、仏書にも通じていたため地下は、天台宗僧侶の眼界が表した、間発菩提新聞の差し絵を描いたことがきっかけで、眼界と深く交流、彼の依頼で、多くの仏画を描く。安政二年、三条、三熱務の圧線により、御所へ出資し、正和初期旅差し襖絵を描く。 翌年8月には、関白、九条久忠の時期路与となる。安政7年には、九条久忠の特使として、琴平宮に訪れ、同社に、いくつも、作品を残した。この頃、社会的な身分も、上昇と、並行して、画技も成熟し、大樹寺の障壁画をはじめとして、多くの作品を残している。黒船来航により、尊老論が巻き起こると、 タメチカも巻き込まれることになる。タメチカは、尊皇上位派から王朝用語と見られていたものの、砂漠派の用人宅に出入りするなどの行動が、尊皇上位派の情報を漏らしているのではないかとの疑心を抱かせ、命を狙われることになる。タメチカは、伴え大納言へ言葉を所有していたオバマ藩主である、京都諸子大坂井忠義に、閲覧の許可を得るために接近していた。 タメチカの願いは叶えられ、伴え、大名言へ言葉を模写しており、2010年には、この模写の存在が公にされた。しかしながら、京都書次第は、尊老上位派からすれば、敵の出先機関であり、ここに出入りしたタメチカは、砂漠派とみなされてしまった。文久2年8月、タメチカは過激な尊老上位派から命を狙われ、逃亡生活が始まる。 岩海がいる木の国の小川寺に逃れ九ヶ月潜伏、名も、神殿光跡、僧侶風に改め、こと寿衣衣渋みを立てるなど隠蔽に努めた。しかし、尊楼上位派の追跡は厳しく、堺から、大和国丹橋の内山永久寺に逃れるが、追っ手が迫りさらに逃亡するも、現時元年五月五日、非常に近所の丹橋郊外の鍵屋辻で、長州藩の大落玄太郎らによって、 小爆、殺害された。去年42、遭難地を示す石碑が JR 桜井線沿いにあり、そこから徒歩30分ほどの全福寺に墓所がある。逃避行まで連れ添った綾木という妻がいた。弟子は多かったと言われ、いとこの田中弓、省内地方に多くの作品が残る市原延丹など、ありがとうございます。